ただいまより平成23年度佐賀マイスター認定証授与式を執り行います。これまでも皆様方には中学生、高校生、あるいは小学生などなどに対して皆様が持っておられる技術の技能の素晴らしさ、面白さ、楽しさ、そして厳しさ、いろんなものをお伝えいただいておりますけれども、私どもが皆様方に期待したいのは、今回の認定を機にその皆様方が持っておられる気持ちを、技をぜひ次の子どもたちへお伝えいただきたいということでございます。世の中いろんな意味で IT 化や機械化が進んできております。しかしながらそういう時代であればあるほど人間でできることは何なのかということが問われていると思っておりますし、皆様方がやっておられることは機械にはできないことをやっていただいていると思っております。認定証中島俊夫、あなたは優秀な技能とその伝承への意欲により、ものづくりの普及振興と技能の継承発展に寄与することができると認められるので、佐賀マイスター賞を授与し、佐賀マイスターに認定します。平成23年10月13日、佐賀県知事、古川靖。おめでとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。今回の佐賀マイスター認定を励みとし、若者が誇りと希望を持てる技能労働者となるような、技能が尊重される社会の形成に向け、今後ますます精進し、技能の研鑽に努めるとともに、その普及振興に積極的に取り組んでいきたいと考えております。今後とも皆様のご指導、ご支援のほどよろしくお願い申し上げまして、お礼の言葉とさせていただきます。